しばらく使って釉薬もほとんど取れちゃってるような状態で、とにかくその水垢を落としたいんですっていう場合は、全然使ってガシガシこすってもらって全然大丈夫ですね。便器の中の水垢の落とし方なんですが、実はサンポールや尿石落としジェルでも水垢は落とすことができるんですよ。だから先ほど尿石の落とし方をお伝えしましたが、それをやると一緒にですね、水垢が落ちるっていうこともあるんです。でも水垢には酸で落ちない厄介な水垢があるんですよね。その水垢は落とすことができないんです。その水垢をシリカスケールと言います。で、シリカスケールをどうやって落とすかというと、危険な洗剤を使って落とすという方法もありますが、一般の方にはお勧めしませんので、研磨して落とすっていう方法しかないんですよね。そこでお勧めなのがこちら、モテンイカゼ。私はこれを使ってそのシリカスケールを落としています。で、シリカスケールってどんな汚れですかというとですね、最初にもお話ししましたが、便器のところに白い輪っかの鱗状の汚れついたりしてませんか？あれですね。どうやっても落ちないですよね。もう酸をかけても溶けないんですよ、まさに。だからこすって落とすしかないんですけれども、またですね、そのシリカスケールって硬いんですよ。だから普通の研磨剤だと落とすことができないケースが多々あって、なので研磨剤が硬くてある程度大きいモテンイカゼアが効果的なんですけども、さらに効果的に使うためにですね、ラップで擦るといいですね。ラップでラップをこう畳んで、それでこう液をつけて擦る。ただ注意点があります。陶器にも傷がつくという恐れもあります。絶対に陶器に傷をつけたくないんですという方はお勧めしません。さらにですね、トイレが新しいとまだ釉薬がしっかり残っているような状態になっているんですけれども、それだとやっぱりですね、傷がつくリスクがちょっと高まりますから、注意してやらないといけないですね。もしくはやらないか、だから不安だったらやらない方がいいですね。しばらく使って釉薬もほとんど取れちゃってるような状態で、とにかくその水垢を落としたいんですっていう場合は、全然使ってガシガシこすってもらって全然大丈夫ですね。それとこのモテンイカゼアは何も水垢だけじゃなくて、尿石も落とすことができるんですよ。熱くついた尿石の場合はサンポールとか尿石落としジェルの方がおすすめなんですけれども、薄くついた汚れ、もしくは掃除の時間が短いがために落としきれなかった尿石汚れですね、そういったのをもうこすってもうささっと落としてしまいたいという場合は、こすって落とすという方法も一つですね。それと水が溜まってるところの縁にもですね、水垢つくんですよ。いろんな色の水垢つきますけれども、黒ずみ汚れ、カビが原因の黒ずみ汚れに見えて実は水垢だったっていうケースもあるんですよね。で、その汚れどっちの汚れなのかということを見極める方法とすれば、まず先にですね、塩素系で先ほどお伝えしたやり方で洗ってもらって、それでも全然落ちないという場合は水垢で確定ですから、同じやり方ですね。ラップでこすると、モテンイカゼアつけて、ただ傷だけはご注意ください。ということで今回はこれで終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。